の山道かむしゃらに、それは目の前を突然に浮かび上がった無数の光、脳に直接一緒に登る日だったことを今も覚えていて、帰ってきたことを待っていたのは精神の輝きと骨の生えた石の階段。数も外投げていますよね。そうですね。そろそろ。